このコーナーは上尾亮さんと七節さんの顧問税理士である堀先生に株、FX、仮想通貨などの投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて税金やら節税やらについていろいろ教えてもらおうというコーナーです。はーい、堀さん今回もよろしくお願いします。今回はですね、ちょっと大事な話というか、今年の10月にですね、消費税上がりましたけど、実はですね、罠があると。罠税金の罠があるという、これちょっとほとんどのビジネスやってる方にすごい大問題になってくる罠がありますんで、その辺についてちょっと早めに教えていただこうと思いまして、今回ですね、インボイス制度。これはですね、まだあと4年後ぐらいですかね、そうですね、の話なんですけど、すごく大事な話なんで、ちょっと早めにやっていただこうと思って、今回そのお話していただこうと思います。ビジネスやってから全員に関わる話なんですけども、その大事な話に入る前にですね、まだの方はぜひチャンネル登録のお願いいたします。こちらからできます。上尾TV でこのように現役の税理士さん出ていただきまして、いろんな税金とか経営の話などもしていただいておりますので、ぜひチャンネル登録しておいていただければと思います。お願いします。で、本日はその恐ろしいインボイス制度。インボイス制度。僕はこれの話を初めて聞いたときに、これはもう絶対やばいんで、堀さんに解説してもらわなあかんと思ったぐらいやばい話でございます。ほんまに、はい、あの今年の10月に消費税 10% になったじゃないですか、はい、で実はその法改正ってこの10月だけで終わらないんですよね、まだまだ実は続いてるんですよ、はいはい、まだ途中なんですね。途中なんです。で実は、令和5年の10月、約4年後ですよね、その今亮さんおっしゃったインボイス制度が始まります。で何やっていうと、消費税の計算ってもともとその預かった消費税から支払った消費税を引いて差し引きで払うっていうもんなんですね。大丈夫？僕が誰かから僕のとこからお客さん買ってもらったその分のお客さんの消費税を僕は預かっております、はい、そして僕はいろんなとこから仕入れとかそっちにも払ってます。その差し引きを僕は納めるって感じですか？そうなんですよ。で今まではその消費税、払った消費税を引くっていうのは4要件であって、はい、でまあもう細かい話はいいんですけど、一つ一番大事なのは領収書を取っとかないといけなかったんですよね。でまあ領収書取っといたら引けるっていうことやったんですけど、その領収書が令和5年の10月からインボイス、いわゆる適格請求書っていうのに変わるんですよ。へえ、今までの請求書じゃダメ、になるんです。インボイスっていうのはその適格請求書のことをインボイスって言うんですね、はいはい、あ、そうなんですね、うん、そうなんです、そうなんです。でその適格請求書って何やっていうのは、うん、これも細かい規定がいろいろあんねんけど、まあ、それは置いといて、はい、一番大事なことは税務署に申請して、はい、インボイスナンバーっていうのをもらうんですね、はい、でその番号を請求書に書かないとダメなんですよ。めっちゃ面倒じゃないですか。まあ面倒いけど、事業する人はまあしゃあないかなっていう。請求書ってもらう時に送るやつですよね。そうそうそう、もらう時、あだ買ってもらったらお渡しする。あ、そうなんです。領収書みたいな感じで使えるってことですか？領収書のことですよ。あ、領収書のことですか、うん、請求書って、うん、あ、ごめんなさい、請求書もやけど、あの領収書も、うん、あ、請求書も領収書もインボイスナンバーつけるっていうことになるんだけど、うん、なるほどね。でそこに番号がついてない領収書のやつは今度から消費税引けなくなる。ほう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 、へ、おお。でそのインボイスナンバーもらうためには消費税払う人やないともらわれへんので、うん、はい、いわゆる今までは何やっていうと消費税払わない人も世の中にはいてるんですよ、うんうんうん、あの免税事業者っていうんですけど、はい、まあ簡単に言うと2年前の売上が1000万いかない人は消費税免税なんですね、うん、あと例えばお商売によっては個人の人から仕入れるとかいうケースもあると思うんですけど、 その人ってもともと消費税払ってないじゃないですか、うん、でも今まではそうそういう人から買っても引けてたんですよ、はいはい、でも今度からインボイスナンバーっていうのがないと引けないということは、うん、そういう人たちってインボイスナンバーもらってないので、うん、もらえないです、ね、もらえないですよね、うん、だからその人らから仕入れたやつが引けなくなるんです。ほう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 。まあ、結果的にどうなるかっていうと、はい、そういう人たちから仕入れてる人の払うべき消費税が増えるっていうことです。うん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 。今までは預かった消費税が例えば100万円で、うん、で仕入れたものにかかる消費税が50万円やったら、うん、差し引き50万円払えばよかったのに、うんうん、その払ったであろう50万円のうちインボイスじゃない消費税分が20万円やったとしたら、うん、30万円しか引かれへんから、はい、消費税70万払わなあかんという話になりますよね。もうビジネスの形態とは仕入れは何も変わってないのに、うん、インボイスかどうかで税金が増えちゃうってことですね。増えちゃうということです。
へえ、なんでそんなことをだから消費税って全体でこんだけで払った消費税は引いてあげてってやってるけど、うんうんうん、今まで払ってない人の分も引いてたから国としては、まあ、全体で例えば100億消費税入ってくるはずやのに、うんうん、その分が全部抜けてたから、うんうん、実際は70億しか入ってこないみたいなことが起こってたわけじゃないですか、うんうんうん、でもこのインボイス制度が始まるともともと100億やったら100億丸々入ってくるそんな感じになるっていうことですよね、うん、はい、取りっぱぐれがないようにそうなんです、そうなんです。だからただこうなるといろんな問題が起きてくるんですよ、はい、結局その例えば事業してはる人は消費税払ってない人から仕入れたら自分消費税増えるじゃないですか、うん、そうですね、はい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 、例えばゆうちゃんね、ゆうちゃんがお商売してて、りょうさんと七藤さんと両方から仕入れてると、うん、でりょうさんは消費税払ってるからりょうさんから仕入れたら消費税引けるけど、うん、七藤さんから仕入れたら消費税引かれへん、うん、どっちから仕入れます？りょうさんですね。そうですよね。七藤さん排除されたという安いね。安する。そうそうそう、安するとかしかなくなってくるんですよ。そうですね。あ、今までは例えばりょうさんが100円で、うん、売ってくれてた、うんうん、七藤さんも100円で売ってくれてた、うんうんうん、どっちから買うてもええから、はい、よかったわけじゃないですか、うん、でも今度から両方100円やったら、うん、七藤さんバイバイってなるわけじゃないですか、うん、七藤さんは本当は90円にするからなんとか買ってよって、うん、いうようなことになっていくわけですよね、うん、はいはいはい、当然七藤さんの売り上げは絶対下がっていくわけじゃないですか、そうなると、うん、いうようなことが令和5年から起こります。ほう、はあ、で実際にどんなことが起こっていくかっていうのが大体4つぐらい考えられて、はい、今言うたみたいにその人だから今の話はゆいちゃんが、うん、七藤さんとの取引をやめる、やめる、七藤さんは排除される、排除される。これが1個目のケースですよね、はいはいはい、で2個目のケースとしてはゆいちゃん七藤さん好きやから、好きかどうか知らんけど家庭の話、家庭の話、家庭の七藤さんから仕入れたら損するけど、ゆいちゃんが消費税かぶると、うん、あ、これが男前ケースですね。あるいは今言うたみたいに、うん、まあ 10% やから、あの例えば、うん、七藤さんに、うん、ちょっと亮さんからは100円やけど、うん、七藤さん90円にしてよって言うて下げてもらう、そうだね、これがケース3ですよね、うんうん、で4つ目としては、七藤さん免税事業者やねんけど、うんうん、インボイスの登録してよって無理やり登録させてしまう、うんうんうん、まだあの消費税払わなあかんようになんねんけど、うん、ほんだら亮さんと同じ条件になるからどっちからも仕入れれる、うん、だいたいこの4つが考えられるかなと思ってます、うん、なるほど。どちらにしても今の例えで言うと七藤さんの経営は厳しくなりますよね。うん、でしかもその消費税払ってない、免税されてるってことは売り上げ少ない弱いところがより弱くなる、より弱くなるってことですよね。より弱くなる、うまいね、うん、あかんで僕はあかんかんでも、まあ、つまり今までやったらその弱者を守るような部分があったんですけど、そこが取っ払われるってことですかね。そうですね。ただまあその元々の意味としては弱者いじめではなくって、うん、消費税、まあ、さっきも言いましたけど、国全体で100億もらえるはずやのに70億になってるから100億にしようよっていう発想なんで、うん、まあ、結果的に弱い者いじめではないんですけど、まあ、結果的に弱い者いじめになっちゃってますよね。そうですよね、うん、まあ、でもその1000万以下は今まで免除されたんで、免除されてたっていう意味では優遇されたとも言えますけどね。優遇さしてあらげなそれはあかんよ、そんな売り上げ上がってないところに。もっと頑張れということでしょ。いや頑張れというか、うん、あ、それでうまいことやる人たちがもう増えちゃったんですかね、もしかして。うまいことっていうか、うん、やっぱり消費税いっぱい欲しいからというとこじゃないですかね、うん、ほらまあよく言うように取りやすいとこから取るということでしょうね。ねえ、反対できひんとこから、うん、でこの規定には一応ね、あの経過措置があって、はい、令和5年から3年間は、うん、あの全く今の話で言うと、うん、七藤さんの引けないわけじゃなくて、うん、8割引ける、うん、ちょっとね、あ、ちょっとだけ減らして、うんうんうん、でまたそこから3年間は5割引ける、はい、でそれを過ぎると1個も引かれる、あ、だから、はい、まあ、その間にちょっと考えてねっていう感じですよね、うん、なるほど。だから令和11年10月からはもう引けなくなる、全く引けなくなる、うーん、なるほどね。いきなりやるとデモとか起こったりするからね、うん、デモは起こるんだろうけど反対はあるだろうから、反対はあるからね、徐々に徐々に鳴らしていく、鳴らしていく、うん、よくやるパターン
それが結構大きな話でしょ。大きいよね、インボイス制度、うん、ほぼほぼね、あんまり報道されたりちょっとしかされてないですけど、まあ、まだ先の話というのもあるかもしれないですけど、うん、堀さんがおっしゃったように別に弱者はいじめじゃないけど、結局弱者が一番ね、そうですね、ダメージ食らうことなんで、結局は、はい、うん、零細はやっていけなくなってくるかもしれへんよね、それで、まあ、免税事業者の人はね、そうですよ、免税されてるってことは売り上げ少ないので、そこをさらに値引きとかさ、もらっていけないですもんね、うん、だからこれすごい大変な問題なので、ちょっと紙のテレビに早めに扱っておこうかなというね、はい、さらに格差を広げる政策じゃないですか、まあ、そういう意図はないとは思うんですけども反対ナフじゃとりあえずインボイスナンバーもらいに行かなさそうだけど大丈夫、僕が申請するから大丈夫お店とかに領収書くださいとか言うじゃないですか、はいはいはい、気軽にあれもできなくなるってことですか、はい、いや違います、その領収書くださいって言ったらそのお店にはナンバー付きの領収書が来る、うん、あるんですね、もうね、もう登録して、うん、あ、まあ、まだないんですよ、あの令和5年からですね、なるほどなるほど、あ、じゃあお店に入った飲食店で、まあ、接待としてインボイスの業者じゃなかったら引けないってことなんですよね、そうですそうです、じゃあそんな店行かんとこってなるかもしれないってことですよね、そうですね、それこそ大きな会社の人やったらその会社命令で、うんうん、例えば A の飲食店と B の飲食店で A はインボイスないと言ったらもう今後お前ら A の飲食店行くなっていう命令が出るかもしれないですよね、出るわ俺行かんわ行ったら行ったらそこは行きますあえてそこに行くでもちっちゃいね、その、うん、まあ、言うたら飲食店とかやっておられる人とかは、ね、申請しないかもしれないじゃないですか、そうですね、あのうちもその何件かお客さんにそういう話したことあるんですけど、うん、もう全くね、その社用で、うん、交際接待で使われてない、うんうん、ほんまにそのプライベートでご飯食べに来んねんっていう人のところとかはもううち関係ないわって言うてはるとこもあります、うん、あ、そうですね、まあ、もともと消費税関係ない人たちやから、うん、お客さんがね、うんうんうん、そういうとこもありますね、なるほどな、まあ、とりあえずちょっとまだ日はあるとはいえちょっと大きなものになっていくと思うんでね、これから、ね、まあ、もちろんいろいろまたいろんな動きはあると思うんで、その辺もまた紙を手で随時お伝えしていこうと思っています、はい、ではですね、紙用用と七藤さんの顧問税理士である堀先生ですね、税理士、顧問税理士になってほしいという方とか、または税金や、経営の相談をしたいという方、このインボイスについてもいろいろ話聞きたいという方はですね、堀さんのウェブサイトや連絡先などは下の動画説明欄に貼っておきますので、ぜひ一度ご覧ください、お願いします。無料商談会もね、やってます、はい、東京大阪でやってもらうということなんで、こちらもぜひご興味の方は行ってみていただければと思います、はい、またですね、ご契約時にですね、神尾 TV を見てきたと言っていただくとですね、神尾 TV の視聴者さんだけにいろんな特典をつけていただいておりますので、そちらも下の説明欄を確認してみてください。はい、というわけでですね、今後もこのような、まあ、ちょっとインボイスっていうね、今回はあまり知られてないけど、ちょっと大きな問題を取り扱いまして、うん、これも今後もね、いろんな税金の件話を堀さんにしていただこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録をお願いいたします。メルマガと LINE アットも登録お願いします。ぜひ、ね、ボタン、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。皆さん、高評価をしていただくと、この動画はいろんな方に見ていただけるので、このインボイスというような問題をですね、いろんな方に、お知らせすることができますので、ぜひ、あなたの力をお貸しください。あと、ご説明欄の方に、この動画に関する文章も書いてありますので、復習の意味を込めて、ぜひ一度見てみてください。はい、それでは、今回も見ていただきまして、ありがとうございました。